ワン、じゃあ、いきます。せーの、今日はすごい大事な、チームにとっては大事な日で、僕はこの戦いをね、本当にシーズン前に絶対やってほしいっていうのを話していて実現したんだけど、まあ、トップにとってはちゃんとここのトップに、選ばれてるっていう証明をしてほしいし、下からしたらネクストと、セカンドからするとその中でしっかり光っていかないと上には上がらないし、みんなそこを目指してるわけだから、すごいと思う。みんないろんな思いがあってる試合だから超楽しみです。セカンドチーム、ネクストチームはまああんまりネガティブな要素がないので、恐れないでミスとかねすると思うんだけど、どんどん自分のプレーを出してほしい場合にしてほしいと思います。今監督から言ってもらったんですけど、まあ、それもあるし、あとは楽しんで、やっぱトップとこういう練習試合っていうのはないと思うので、とにかく楽しんで自分の可能性を存分に発揮してほしいなと思います。楽しみです。今日長く行こう。はい、ディフェンスすごい勉強。はい、おいしょ。開幕まであと2週間なので、しっかりアクセントで話し合って、はい、行きましょう。はい、ピッチッツさん、ボーボー最高よー。アクセン審判関係ないって気持ちでしっかり負けないように。 OK、 別に同等だよ、同じ人間だからやれるよ。やろう、ビビんな、臆するな、行けよ。 OK、 やるぞ。人間だから勝つぞ。人間だから。インテレスティングだぞ。インテレスティングだな。アラサン。OK。エンジェルさん。ポジション。ポジション。
ができてるかなっていうと、ミスが起きたからね、もっとコミュニケーション、コミュニケーション、もっと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 、だから取りたくても取れなくなってくるじゃん、お客さん。だから後半はもっとコミュニケーションしっかりと行きましょう。あ、じゃあ、さらに。あいつの得意なのか、クリアランサーのか、そういうのを見ないと、得意だったらもっと上げていいですか。クリアランサーさん、下がる、投げる、立てやすいように、つけられたから、しっかりつけられたから、ベンチからもうちょっと声出して、 OK OK、 うちスタンプ、さあ、行こう行こう、セカンドとかミックスの中でもその点数だけじゃなくてね、あの成長してる部分があるなってすごく感じた。ただその点数だけにフォーカスしてたらだいぶそれがずれてる。それ以外でいいプレーとか成長してる部分がたくさんあった。例えばミスしててもマインドが良かったの、ね、で仲間のミスを助けてる人間もたくさんいるの。最初結構やっぱセカンドの流れで、まあ、持ってかれて、まあ、すごい勢いのあるチームで、まあ、僕たちも分かっててもやっぱあえて飲まれるので、まあ、そこはもっと、まあ、チームとして飲まれないようにしないといけないなと思います。ありがとうございます。じゃあ、
開幕近いですけども、意気込みを最後にお願いします。そうですね、開幕あと2週間なので、まあ、ちゃんとチームとしてみんなが予想している結果よりも上に行けるように頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。